大島本線は、日本国有鉄道自動車局、西日本旅客鉄道、中国 JR バスが、八代島を拠点として運行していた自動車路線である。国鉄バス時代より、JRK バスとして、唯一、鉄道路線のない島を走る路線として知られていたが、2007年9月30日を、もって、傍聴交通に路線を移管し、営業廃止となった。 本路線の開業前、島内には大島自動車の路線バスが走っていたが、車両数が4台しかない小規模事業者によるものであったため、運行本数が少ない上に、道路事情も良くなかったこともあって安定した運転ができず、改善が望まれていた。そこで、大島連絡線の経営が山口県から国鉄に移管されたことにより、島内の自治体からの国鉄バス運行に対する、 要望が高まり、国鉄にバス路線開設を打診した。国鉄としても、航路の培養線としての位置づけが可能になることもあり、要望を受ける形で、大島自動車を、買収、1948年3月に、大島線として運行開始された。これは、国鉄バスでは初にして、唯一の離島路線であった。開業後は、 島内の交通を一手に引き受ける形となったが、乗客数も次第に増加し、大島連絡船とともに営業成績も良好であった。1968年より、傍聴交通が参入したが、これは、国鉄バスが、同年10月からの、瀬戸内再線の運行開始にあたって、交換条件として、大島線への参入を希望したためである。 1963年7月からは、島内をめぐる定期観光バスが小松港を奇襲点として、祝日のみ運行されていた。また国鉄が取り扱う小荷物は、大島航路から継承する形で、大島線のバスで輸送しており、最盛期の1970年代前半には、 中国地方自動車局管内で扱う小荷物の50%近い個数を大島線で取り扱っていたが、島内の主要農産物であるみかんの収穫時期には、みかんを小荷物で発送する客が多くなり、バスではさばききれないために日本通運に輸送委託していたこともあった。しかし、大島大橋下橋後は自動車によって島外に自由に行けるようになったことと、 島内人口の減少、高齢化が進んだことから、次第に乗客が減少していった。国鉄バスを承継した JR 西日本、中国 JR バスは、不採算路線の廃止、委託化などを進めてきたものの、2007年、ついに撤退を迎えた。中国 JR バスの撤退に際し、須尾大島町では、同社の長年の功績を表し、感謝状を送っている。 車庫は小松港にある山口支店数を営業所大島支所で元の大島営業所である。大島連絡線があった頃バスターミナルは小松港にあり連絡線と共用の自動車駅が併設されていた。また大島線の開設当初は上げ省に宿が設置されてそこでも車庫業務を行っていたが発出所に格下げの後1953年からは 上ゲ駅に職員が常駐する形となった。連絡船廃止後、バスターミナルは営業所の拡張用敷地となったが、連絡船の駅舎や、三橋入り口の上屋は、1979年3月に、船舶部門から管理を引き継いで、以降もそのまま残り、1985年頃の小松港港湾整備事業の際に取り壊された。一方バス用の駅舎は、 営業所に面した道路脇に小型のものが新設されたが、駅業務の廃止に伴い撤去された。その他、島内には、巣奥区か、巣大下田、揚げ伊保田の4駅が存在していた。すでに営業は廃止されているが、建物は現存している。路線開設当初は、境外道路が多いことから小型のトヨタ、KC 型バスが配備された。 その後一般路線車は三菱不走と椅子図の大型車が配置されていたが、それでも満員になるほど乗客が多かった。ワンマン化の際には3型の小型車を導入したが、急に小型車化されたことで乗客の積み残しが発生することがたびたびあり、臨時便を出すことすらあった。なお、1976年のワンマン化の際に導入されたバスは、 国鉄バスとして初めての広報官使用バックカメラ装備車であった。バスジャパンハンドブックシリーズ5、中国 JR バス P27、運輸省国時代83号、漢方1948年3月9日。ありがとうございます。